ドナルド・デウィット・ニューマンは、アメリカ合衆国のバスケットボール指導者、アイダホ州出身、アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のサンアントニオス・パーズやワシントン・ウィザーズなどのアシスタントコーチを務めた。アイダホ大学から、1979年と1980年に NBA インディアナ・ペーサーズ、ボストン・セルティックスに指名されたが入団せず、 プロリーグコンチネンタルバスケットボールアソシエーション CBA のモンタナゴールデンナゲッツでジョージカールヘッドコーチの下3年間プレーした。またカナディアンフットボールリーグ CFL においても7年間のプレー実績がある。1992年から1997年までサクラメント州立大学1997から1998年まで アリゾナ州立大学でヘッドコーチを務めた後、1999年からミルウォーキーバックスのアシスタントコーチとなり NBA のキャリアをスタートさせた。1999年から2003年までニュージャージーネッツでアシスタントコーチを務め、2005年にサンアントニオスパーズアシスタントコーチに招聘され、グレッグ・ポポビッチの下、2005年、2007年と二度の NBA 優勝に貢献した。2013年にワシントンウィザーズのアシスタントコーチに招かれた。2018年9月12日、ガンの試し去。ディフェンススキル向上に定評があり、スパーズの強力なディフェンスを支えていた。ありがとうございます。